ちめっちゃ風力扱う風神になりました、はい。ないあのね、はい、あ道はめっちゃ見つけてんけどね。あ道っすか。そう、僕んとこも道結構あったんすよ。っていうかまたこれ山 見けましたね。山、はい、見たことあるようなこの黄色い山。黄色い山、はい、まあないと思うんすけど。んあれまた、いやでもこんな高…ん先輩わちょっと待って、え来た来た来た先輩来ました。あったん。はい、見つけました。すげえ、ありがとうございます。はい、見つけれんかった。あー来た来た、よかった。そして私どっちから来たかわかんない。これでとりあえずじゃあこれでもどう…あー来た来た、なんか懐かしい、ここ懐かしので、うん、これちょっと待ってくださいよ。あー来たよ。これちょっとどっかに灯台置いときますね。うん、よろしく。これ…こじゃ酸素酸素、あ、テザーテザーもある。樹脂いらない。酸素重要ですね。ね、こういう、あの本当に命がけ、命がけの探索するときは風力タービン。先輩にちょっととりあえず一旦会わないといけないですね。これあのこれ何箇所か絶対ポイントでいりますもんね。いると思う。そうなんで、これとりあえずここの一番高い山、ここここですね。ここに灯台をセットしますか。ほい。で色がオレンジ、山の上はオレンジで、うん、で僕ね今後、あ今後ぶつかないんか。えじゃあ先輩どっちなんですか。分からんすね。先輩どこだ。足ね、そっから見てまっすぐ来たらある。まっすぐって、もうどこもまっすぐなんですけど。あ先輩おった、そっちか。今僕の手さでいけるかな。ちょっと待ってくださいよ。そっからね、あの拠点に戻れます。拠点、はい、さっきの、あはい、もともとの、もともとっていうかあの僕らの、トニーがおった方、今回、そう今回来た方、今回来た方、自力に帰れる、はい、道置いてっていい。あーいいっすよいいっすよ、道道置いていっていいっすよ。っていうかこれ本当にこっちか。道さらばじゃ、後でトニーが取りに来てくれるよ。え、僕ですか。あの先輩背中に何もついてないんでしょ。足、はい、背中に、はい、あのソーラーパネル。あ先輩おった、おったおった、はい、おトニー助けに来たぞ。待ってろよ。死にそうやったん先輩じゃないですか。あこれ、そうそうそう、あよかった、さらばじゃ。先輩そのまままっすぐ行って、なんかちっちゃい山みたいな見えるんで、あとそのままテザー張っていくんですけど、あとは山登っ、僕じゃあ一足先に戻りますよ。戻っちゃうの。えとりあえず、はい、道3つ持って帰りますね。ゴーで、とりあえずテランに戻って道ってこいつらを研究します、うん、でも出会えてよかった。ねえ出会えてよかったね。ねえ、はい戻ってきました。よしで、とりあえず研究しときますか。シャトルを拡張する何かがいるんじゃないですかね、やっぱりね。ね、お2900倍今そっちどんな感じですか。今月と更新してるからねこれ。月との更新、そう月との更新してますからね。うちね、はい、聞いて。なんすか。うちめっちゃ風力扱う風神になりました、はい、風神になったんですか。月で一人で一人で一人だから、まあ神なんですね。
そうですよ、その世界の寂しい、もうなんかね、うん、陥る恐怖からね、はい、選ぼうと思ったのにね、はい、選んでられへんっていう感覚になっちゃってね。選んでられへん感覚になるね。落ちる恐怖、え、落ちる恐怖ってなんすか。いや、あれ崖下にあるやんか。命が何個あっても足りないとはこういうことを言うんだよね。聞いてる？ごめんなさい。え、あ、はい、聞いてますよ。聞いとらんやろ。なんでしたっけ、私の命はいっぱいありますとか言ってましたね。もうええわ。あ、来た。こんにちは。こんにちは。あ、僕のシャトルと重なりましたね、やはり。これシャトル2つあかんのんすかね、なんか。ねえ。あ、こんにちは。どうでした、月。ん？ウサギはいなかった。伝説でしたね。伝説。やっぱりいませんでしたね。本当に。はい。うち、あの、おすすめのやつを月に置いてきちゃってん。ああ、はあはあ。あれ、すごく綺麗な道やってんけどね。はい。誰か優しい人は取ってきてくれないかな。なんで僕に頼むんですか。これが、この道のところにダイナマイトと一緒に入っとる。いや、やめて、やめて、やめてくださいよ。キャ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 。これだから、なんかこう持って、これ道無理か。え、早っ。あなた道やったの。いや、シャトルを拡張したい。でかいな、また偉い。なんか無造作に置いてますね、これが。あ、そっかそっか。いやいや、僕が間違ってました。とりあえずここにヒドラ人のキャニスタを。またね、先輩、これあれ探しに行かないといけないですね。混合物？いや、混合物じゃん、アンモニウム。あー、懐かしいね。なんかね、私たちはこっから始まったんだよ。え？え？あー、スタートね。うん。いや、本当にびっくりですよ、ね。まあ、ようやりましたよ。ね。まだ続きますけど、冒険は。おお、これ吸ったらやばいやつ？ん？先輩今どこすか？あー、やばい。え？あー、大ピンチ。まあ、とりあえず今回この辺で終わりますか。はい。ほんなら次回はあのドリルヘッド作っていって、うん、あの月を。先輩、こん中入ってないですよね、びっくりした。え、入ってないですよね、これ。爆弾もろとも。爆弾とかも持っていきます？まあいいですけど。え、とりあえずあのドリル作りましょう。ドリル、ドリル、うん、ドリル。これ重なってんの、これなんとかならんすかね、これ。まあいっか。で、ドリルヘッドを作って、うん、あとクレーンとかも作って、うん、でちょっと他の星がっつり。それか、あの月をね、うん、こうなんていうの、もうすっごい、もう基地に増設というか、基地と増設、基地としてあの月を作り直す感じでもいいですよ。あの、僕らの都市。え、私たちの年齢。そう、いやいや、違う、そっちの都市じゃないです。あの、アストロニア都市。おお、なんかね、作ってもいいじゃないですかね。夢は、そう、我々のSF みたいでいいんじゃないですか。あ、溜まっていってる、溜まっていってる。ほんなら、まあ、終わります。はい。で、先輩探してるんですけど、先輩今どこっすか。うち、地下。え、地下持ってんすか。はい、僕たち、宇宙兄弟。宇宙兄弟ですね。次回も頑張りますか。イエイ。ね、あ、でもその前にアンモニウム探しに行かないといけないですね。アンモニウムさっきあったよ、地下に。ああ、それまた後で、動画外で。ドヤ外で。動画外で撮りましょう。撮り、はい、いや、撮らない、撮らない。動画外で探しに行きましょう。はい。はい。
ほんなら終わりたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら、高評価ボタンのほどチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではトニーでした。ジャイでした。またね。またね。あ、間違った。イエーイ。